ス&ボーカルグループファンタスティックスが27日、都内で GU マッシュ、マロパンプスミーツファンタスティックス推し活ミーティングに出席。GU の店員に扮して登場した。マシュマロパンプスシリーズに新開発のカップ型インソール、マシュマロピロ、インソールを新たに採用し、ヒールを感じにくい、快適な履き心地を実現。仕事も推し活も頑張るお仕事パンプスと題し、同グループを起用したキャンペーンがスタートした。中島風太、23、は、自分たちもライブ、なので推していただいて成り立っている。僕もいろんな推しがあるので、皆さんと糸口に楽しんでいきたいとコメント。ライブは立ちっぱなしだったり、遠くから来てくださる方もいるので、このマシュマロパンプスで疲れを半減してもらいたいですとアピールした。また、イベントにはファンも参加。パンプスに質問コーナーも設けられ、パンプスのヒールが溝にはまってしまった時の対処法を聞かれると、世界32は転んだ瞬間に華麗なダンスを披露し、転んだことさえダンスにして、生活の一部にしてしまえばとかっこよく提案した。また、佐藤大輝、28、と、木村聡人、23、は、女性が歩いていて転んだ際、隣にいる男性のサポートの仕方を実演。二人は、照れながらも、即興ペアダンスを見せたが、メンバーから、楽屋で何回も練習し、出たようなと突っ込まれ、佐藤は、バラさないでください、と苦笑いした。最後は、推し活パンプスが欲しくなるような人、ことを、お願いされ、木村が、いつも応援ありがとね。このマシュマロパンプスを買ってきて、今度、これを履いてデート行こうねと笑顔。これに、世界は、ちょっと後で、反省会が、出らし、出てたから、と、ダメ出しで笑いを誘った。もうすぐ3月。春に挑戦したことについて、世界は、春なんで、スカイダイビングとか、暖かくなってきたんで、地、用土いいかなって。高いところ好きなんで、全く新しいこと、挑戦、だと、スカイダイビングデートとかと明かした。